はい、さい、今回は糸満市にある具志川城跡に来ています。でね、今日の沖縄はね、あいにくまあね、雲が多いもののね、ところどころ、まあ若干青空がね見えてるかなっていうお天気なんですが、今回はね、まあ久々に日淵見、まあ、潮吹き穴ですか、まあ、ここではあの日吹き穴ってね呼ばれるポイントなんですが、そちらのね洞窟までね行ってみたいなと思ったんですがね、あいにくね、崖下は足場が悪くて大変危険ですって言ってね、近寄らないでくださいっていうことでね、入っちゃねダメみたいな感じになってるんですよ。まあそれもね、潮だまりでね遊泳飛び込み禁止っていうことで、この左側にねタイドプール、潮だまり、こっからは見えないか、まあね、後で画面に映った時にね説明しようとは思うんですが、夏休みのねこの時期にね、まあ沖縄のね地元の方もそうだと思うんですが、観光客とかがね去年いっぱい押し寄せてね、この辺の路上駐車でね住民が迷惑したということで、左側のね崖からの出入りを禁止されてるんですよ。でね、こちらがね具志川城跡のね、まあ、グスク城跡ですね。城壁がねびっしり積まれているのですが、まあね、今回のね目的地潮吹き穴日淵見にね行くためにはね、干潮でしかねおそらくね渡ることができないんでね、あ、一応今の時間帯沖縄ちょっと引いてるんで、 あちら画面中央あたりにね見えているあの場所あたりがねタイドプール、潮だまりでねよく外国人とかが泳いでいた場所なんですが、というか今日の海波荒いですね。で若干ねなんか白もやがかかってるのかね、うっすら白くなっています。いい波が上がってるな。この辺もなかなかいい波ですね。ただ干潮なんでねサーファーはいないんですが、やっぱなんか気に入ってるね。それにしてもね景色は最高ですね。ただ残念なのがねこの雲ですね。まあ、雲が少なかったらねもっとね鮮やかな景色が見られたと思うんですが、ダイナミックですねこの波の感じ。まあ、せっかくなんでね先っぽの方まで行ってね、そこから、まあ、今回のね目的地、最終目的地のね耳の穴みたいなね日淵見という洞窟、そちらまでもし行けるんなら、まあ、久々に行ってみたいと思います。でその前に具志川グスクのね先っぽの方でね大自然の海をね楽しんでからいざ降りようかなと思ってるんですが、ちょっとね波が荒いんでね心配だな。すごいね波。よし、景色はね十分にね味わえたと思うんでね、降りるまでに時間がね多少かかっちゃうと思うので、今回はね具志川城跡は足早に撮影してさっさとね、日淵見の穴行きたいと思うんですが、とりあえずまあね日淵見がねどんな場所なのかっていうのをね見せるために、まあ、潮吹き穴なんで潮が吹くね穴ももちろんあるんですが、その穴がこのね木の柵で覆われたこの場所なんですが、書いてますね日淵見日吹き穴。ただ若干草がいっぱい生えてるんで見えづらいとは思うんですが、見えないかな。ここがね穴になっててね、海岸の方から、洞窟がねあってね、
そこにね潜入したいなって思ってるんですが、とりあえずまあね長い動画にね今回なりそうな予感もするんですが、ちょっと一旦ねここの素晴らしい景色映そうかなと思ったら、ボウゴマダラが一匹飛んでますね。こっち来るかな、早いな、早い早い、ゆらゆらね、まあ、ちなみに糸満キャンのね地域はねこんな感じで畑と海で、大自然にね囲まれた場所ですよ。最高だね、やっぱり曇っててもねこのね絶景というかね爽快感、広大感っていうんですか、なんでね晴れてる日はねもっと最高ですよね。でね今ね画面中央あたり、まあね灯台のね頭の先っぽぐらいしかね見ることができないんですが、あちらキャン岬のね白い灯台がある場所です。なんでねまあね沖縄本島最南端ではないんですが、まあほぼほぼ今ね南の位置に来ている感じです。でねまあね日淵に行く前にね結構時間がね過ぎちゃったんで、まあ今回ね一本の動画にねまとめようかなと思ったんですが、とりあえず、まあ、前半ということで今回は、具志川城跡のね高台というかね具志からね糸満キャン岬のね絶景をお届けする動画でした。2本目次の動画もね日淵に潜入する動画も最後まで、ね、一緒にね楽しんでもらえたら、幸いです。というわけで最後までご視聴ありがとうございます。じゃあまったねー、バイバーイ。